日本埼玉県川口市元号元号は埼玉県川口市の町名。現行行政地名は元号1丁目から元号6丁目。郵便番号は332-0011。川口市南部の南平地区にあり、東京都との都県境近くに位置する。1丁目から6丁目までが存在し、人口は17,290で、 川口市で最も人口の多い町となっている。芝川の東岸にあたる。川口元号駅が町の中にあるため、この地域は川口元里と呼ばれる場合がある。川口駅に近く2001年に川口元号駅が開業するなど、交通の面で優れている。埼玉都民が多く住む、この町の人口構成としては若年層が多く。 東京との結びつきが非常に強い。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、元号5から17から6の地点で18万9000円、平方メートルとなっている。室町期に当地を収めていたのは岩月法の武将である平柳氏であり、元号は平柳領十五家村の本村であった。1933年までは、 南平柳村の役場が所在しており、現在でも南平地区の中心地となっている。区画整理により、従前の元号町、両家町の各一部から成立した。現在は南平地区と呼ばれているが、南平は南平柳の略であり、平柳とは前日の平柳市に由来する。この町は川口などと並んで、 芋の生産が盛んであった土地で、昭和期までは、町の大半が工場地帯であった。東京のベッドタウンとしての開発が進むにつれて、工場が減り、マンションなどの住宅が増えていった。また、その当時日本で最も高かった、集合住宅のエルザタワー55もここに建てられた。現在では、住宅が非常に密集しているため、周辺の道路の混雑が問題となっている。 2018年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。元号氷川神社エルザタワー沖とは橋梁上の一点で接する。ありがとうございます。